ルドナヤ・プリスタニの街ルドナヤ・プリスタニの南港の日本海。ドバーブラターと呼ばれる有名な岩が見えるドバーブラター。ルドナヤ・プリスタニはロシアの極東部、沿海地方のダリネゴルスキー地区に属する日本海に面した港町。人口は2002年全ロシア国勢調査で2389人。日本でもラジオの気象通報で地名が知られている。ルドナヤ側の河口に位置する。 高工,工業都市であるダリネゴルスクから東へ35キロほど離れており、ウラジオストクからは約514キロメートル北にある。海沿いではあるが、シホテアリに山脈の森林に囲まれ開発はあまりされていない。海沿いにもかかわらず気候は厳しい。冬はシベリア高気圧に支配され、夏は台風などモンスーン気候の影響が及んでいる。そのため、冬の間は、 成功到底の気圧配置となり、非常に乾いた冷たい強風が吹き荒れる。また夏は湿度が非常に高く、摂氏30度以上になることは珍しいが、かなどが多く発生する。港湾のほか、1930年に建設された鉛の精錬所が町の主要産業である。精錬所がこの地域の労働者のほとんどを雇用するが、住民の健康や自然環境には、 大きな負担となっている。土壌が鉛などの重金属で激しく汚染されているほか、住民は様々な健康問題によって悩まされている。1927年に手中平川が手中平湾に注ぐ河口に集落が作られた。1930年代から1940年代にかけては鉛の精錬工場にちなんでプラブザボードと呼ばれる村であった。 テチューヘとの間には750ミリ期間の、軽便鉄道も引かれていた。1945年、テチューヘの桟橋を意味する、テチューヘプリスタニに改名された。しかし1972年、テチューヘが中国語、満州語由来の地名をロシア語地名へ解消する、政策に伴って、ダリネゴルスクと改名されると同時に、テチューヘ湾は、ルドナヤ湾に、テチューヘプリスタニは、 ルダナヤプリスタニに改明された。2004年に都市型集落から村へと降格されている。ありがとうございます。